今日は厳しくいきますよ。ありとあらゆるモンスターの中でも最強の力を持つ種族ドラゴン、それと互角以上に戦えなくては真の勇者足りえません。さあまずは肩慣らしといきましょう。溜め込んでこう。成長だ。教えがいがありますね。さて次も張り切っていきましょう。ちょっと熱いですよ。第一山は力任せの技だ。ドラゴンの炎とは戦えない。ドラゴンの炎を打ち破るには海を切る技、海破山だ。全くカッコ悪いですね。地震だ。いや違います。この振動は何者かが島の魔法陣を破って入ってこようとしているのです。だが波のモンスターでは一歩たりとも立ち入れぬはず。まさか。貴様の魔法陣にはなかなか骨を折らされたぞ。やはり復活していたか、魔王ハドラー。久しいな、勇者アバン。かつて貴様はこの俺の野望をことごとく打ち砕き、天津さえ我が命をも奪った。そうか、勇者アバン。その昔魔王に戦いを挑み、これを倒して世に平和をもたらしたという伝説の勇者の名がアバンじゃった。まさか先生が魔王を倒した勇者だったなんて。あれが貴様の弟子か。聞けば勇者の家庭教師などと抜かして正義の戦士を育成しているらしいな。無駄なことよ、今だ。魔王のお前自ら出向いてくるとは、考えようによってはちょうどいい。この場でお前を倒し、世界の暗雲を晴らしてやる。ベギラマー。何の真似だアバン。ギラとイオの呪文はこの俺の最も得意とするところ。この程度の炎で俺を倒せるとでも思ったのか。本当のベギラマとはこういうものを言うのだ。ベギラマ開発だ。凄まじい威力だ。以前戦った時よりもはるかに強くなっている。なぜ。知りたいか。知ればきっと後悔するぞ。
貴様は相変わらず俺が魔王だと思っているらしいからな。どういう意味だ。俺はあるお方の力で再びこの世に蘇ったのだ。以前よりも強靭な肉体を与えられてな。何者だそいつは。大魔王バーン。貴様に敗れた俺を蘇らせてくださった偉大なる魔界の神だ。今の俺はバーン様の全軍を束ねる総司令官、魔軍司令ハドラーだ。大魔王バーンこそ我が主君にして全知全能の魔人。いかにあがこうとももはや貴様ら人間では太刀打ちできん。アバンよ、覚えているか。15年前のあの戦いよ。あの時と同じ言葉を今一度貴様に送ろうではないか。俺の部下になれ。そうすれば世界の半分を与えてやるぞ。断る。お前に情けなどない。もしはいと答えてもいずれは私の命を奪うだろう。それに世界の半分を与える権力があるとは思えん。大魔王の使い魔になり下がったお前にはな。なんだと。使い魔。貴様、この俺を大魔王の使い魔と抜かしたな。もはや生かしてはおかん。弟子の見ている前で灰にしてやる。くらえ、イオナズン。アバンストラッシュ。さすがはかつて我が命を奪った奥義アバンストラッシュ。大した威力だ。だが蘇った俺の魔力にはわずかばかり及ばなかったようだな。先生やめろ。そんなに死に急ぎたいのか、アバンの弟子よ。貴様らなど問題にならんわ。死にたくなければ引っ込んでおれ。何？血？バカな。あんなガキの剣がこの俺に流血をもたらしたというのか。気が変わったぞ。やはりアバンの弟子は一人たりともこの世に残してはおけんわ。皆殺しにしてやる。その通り。いいことを言いますね、君は。大君。